こんにちは。いや、こんばんはかな、今日は。こんばんは、つちのこです。間が空いてしまいましたが、ようやくね、バチトレイルできる環境に戻りました。ちょっとね、家を離れてたんでね、戻ってきました。とうとうね、穴が開いてしまったね、やっぱりね。今日は10月7日、バチトレイルセンター練習台は、ゼルダ姫の台ですね。もうみんなやっちゃってるかな、この時間だから。天秤の謎を攻略するっす。右のバッジを2つくらいゲットすると姫が取りやすい位置に来るはずっすよ。本当僕1つしか取らなかったけど、2つ取ったらよかったのかな。やってみましょう。これ2つ一気に取れる方法ないかな。上に上がって、あ、でもすごいゆっくり上がるね。2つ取ったら姫取れるの？本当？じゃあ2つ取ってみようか。本番ではね、1個取っても次姫取っちゃったんだよね。まあバイトくんが嘘言うわけないからね。2つ取ったら姫が取れるんでしょう。行ってみましょう。グッド。お、いいんじゃない？おお、ほんとだ。ほんとに姫取れた。バイトくん嘘つかないね。あ、なるほど、こうやるのか。あ、でも4ってかかったのかな。あ、やべ、大丈夫。あ、大丈夫だね。4手コンプ可能ですね。僕がやった時ね、お姫様、シーソーの真ん中にね落ちちゃったので、今のやり方が正解なんでしょう。ほい、2個取れないかな、なんとかして。あー無理か。うまくいったけど5枚ですね。さあ当たりは、ふん、おお、2プレイ無料じゃない。やりました。さあ今日はこのリズム天国のね、女の子の台をやっていこうかなと思います。オレンジ君がねやり方を教えてくれてるんで。左から2番目の黄色と赤のヘルメット、マーチャを掴むと3手コンプ可能と。もうどういう展開になるのかが全然予想つかないんですが、やってみましょう。まあ王道でドンピシャで掴むで見るよ、とりあえず。さあどうなる、さあどうなるの。おお、おお、ほんとだ、オレンジ君ありがとう。もう余計な説明はいりませんね、これバッチリ。名前も教えてくれましたね。今撮ろうとしてるのがタップダンスの女。これが名前なのか、タップダンスの女。女の子か。時と亜美の逆みたいなバージョンの人もいるんだね。東時亜美とか。あ、はい、もう誰がどれだかちょっと分かんないけど、師匠とか、これが確か時と亜美の逆バージョンの人。の人。おしゃれプレイいっちゃうよ。バイト君1日ぶりだね。よし、行くぜ。一番左のピッチャー、ほい、はい、ドンピシャ。うん、大丈夫でしょう。やりました、3手コンプできましたね。本当に。さあ次、じゃあこれやっていこうか。丸い玉取ったらいいのかな。どれから行こうかちょっと迷っちゃうけど、丸い玉を取って押し出したらどうだろうか。ちょっと丸い玉からいきますね、左から。ほい、掴めるかな。ふむ、まあまあまあ、 OK。 まあ 4ってあるからね、あと3手で3個。
バイオリン弾いてる人を撮ってみようか。撮れるかな。どうでしょう。落とさずにいけるのかな。うん、よし。じゃあ次、よいしょ、いって残したい。どうだろう。あーやっべ、あー欲張って失敗した。欲張ったらダメですねやっぱりね。ほい、頼む、押し出してくれ、頼む。あーコンプできなかった、がっくり。最近おのこしが激しいな。すっきり終われなかった、残念。はい、ピッチャーと、風のタクトの台ですね。コンプはできませんでした。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。氷上のカービィ、華麗なアイスショーっす。ちなみにこのスケートリンクって夏の間はプールらしいっす。ほう、今でもねプールに見えちゃうけどね。地面くんの色的にね、氷というよりは水の上を歩いてるように見えちゃう。え、これって大きなキャンディーっすか。舐めたら舌を食いちぎられそうっすね。この背景のポップさと月がね、なんか妙にマッチしてて面白いですねこれね。舐めたくない。青ピクミンが滑って転んだ。こんなとこにツルツルの鏡を置くなんてひどいっす。転んで当然っすよ。あ、ハゲネタをぶっこんできましたね。ツルツルの鏡ってそこまでツルツルなの本当。バカンス中の日記姉さん、南の島で海水浴っす。あれはサメ？でもどこかで見たことがあるような。え、これ何のバッジだろう、ちょっとわかんないな。誰かの髪の毛っぽいけどね。はい、今日はねここで終わると思います。今日はね、今日ね練習台ゼルダ姫ね、バイト君の言う通りやったら確かにお姫さんはね取れました。その後ねオレンジ君が教えてくれたリズム天国の女の子の台を、3手でねコンプできました。でも風のタクトの台がね、1個ずつ取ればいけたのに欲を出して2個一気に取ろうとして、失敗と。せっかく1個ずつ取ればねコンプできたのにちょっとねやっちゃいましたね。さあもうね明日やったらまた次の日が寝台になってしまうので、コンプがまた全然できてない状態で恥ずかしいですが、まあ、楽しくね明日もプレイしようと思います。今日は間に合って本当良かった。それじゃあまた明日の朝お会いしましょう。土の子でした。